やはりそなたの朗読は耳に馴染むぞ、我が巫女。あんたのお望み通り、腹綿の内側まで書き出してやる。答え合わせにはこれで十分でしょう。うむ、実に満足しているぞ。そなたが明かした答えを鍵に、これまでの物語を遡り、まるで宝石箱のような密室の数々を一つずつ開いていこう。鍵を得ることは楽しい。そしてその鍵で個々を開いていくことはもっと楽しい。ご苦労であった我が巫女よ。これより先は私一人でゆっくりと思考を楽しみたい。もう十分であるぞ。私はこれで用済みかしら。ご苦労であった我が巫女よ。その任を解く。私は再び眠りにつく。この心地よきまどろみを数百年にわたって楽しみたい。そして私が再び飽きるとき、そなたは私を楽しませるためにまた新しい物語を見つけてくるのだ。それまでの数百年のひととき、そなたの自由を許す。あっぱれであったぞ、ベルンカステル。かわいい、かわいい、我が巫女。知ったことじゃないわ。勝手に干からびて死になさい。じゃあね、未来永劫さよう。数百年ごときを、そなたは未来永劫と呼ぶというのか。永遠におやすみ、アウアウローラ。このゲーム版はあんたにはもう不要よね。私がもらっていくわ。私、まだ全然ゲームマスターをやっていないのよ。私はベアとの葬儀をやっただけ。そして、腹綿を引きずり出しただけ。まだ何にもやっちゃいない。ゲーム版の駒たち、私を最高に楽しませる最高に残虐な物語を紡がせてあげるわ。おののきなさい。約束された絶対の運命を。奇跡の魔女ベルンカステルの名において、そしてベアとのゲームの最後のゲームマスターとして宣言するわ。ただ宣言するだけじゃつまらない。ベアとのゲームにのっとって赤き真実で宣言してやった方がいいかしら。それがいいんじゃない。まだ甘い夢を見てる魔女どももいるみたいだし。あらね、
花がいるわよね。私のいるところならどこへでも行ってやりなさいよ、甘い夢見てる魔女ども。そうする、奇跡の魔女として、そして最後のゲームマスターとして最後のゲームを宣言する。そして約束する、このゲームにハッピーエンドは与えない。探したぞ、エンジェ。どうした、何をそんなに悲しんでいるんだ。今日クラスの子にいじめられたの、テレビで。お母さんは悪い人たちとつながりがあったって。だからうちのお父さんとお母さんが犯人で、みんなを殺したんだろうって。エヴァおばさんにそんなことないよねって聞いたのに答えてくれないの。お父さんとお母さんは悪くなんかないよね。ねえ、かわいそうに。みんながあの島であの日何があったのかを好き勝手なことを言ってるんだな。そこにお座り。うん。お兄ちゃんは知ってるよね。お父さんとお母さんは悪い人じゃないって知ってるよね。ああ、もちろんだとも。誰も悪い人なんかいないって知ってるさ。じゃあ教えて、あの日何があったの。露見島で何があったの。いいとも、話してあげるよ。あの日あの島で何があったのか。それは怖い話。まさか。それは悲しい話。とんでもない。それはどんな話。聞いたエンジェが自分で決めるといい。決して辛い話じゃないんだよ。だからお聞き。うん、バトラお兄ちゃん。あの日お兄ちゃんたちは六軒島へ行ったんだよ。とても大勢でね、大事な親族会議があることになってたんだ。うん、まずはどこから話したものかな。これがエンジェに捧げる最後のゲーム。お聞き、エンジェ。あの日六軒島で何があったのか。これは辛い話でも悲しい話でもないんだ。
you